現在私は小田急線と千代田線が乗り入れている、代々木上原駅に来ています。これから千代田線を環状していきます。それではよろしくお願いします。それでは電車は代々木上原駅を発車します。千代田線は都内の北東部の北綾瀬と南西部の代々木上原駅を結ぶ、主要な地下鉄路線です。この路線は代々木上原で小田急線、綾瀬で JR 常磐線と、相互直通運転をしています。またこの路線は小田急からロマンスカーも乗り入れています。電車は高架の代々木上原駅を発車すると高架橋を下り、すぐに地下トンネルに入ります。ここでざっくりと千代田線の開業の歴史について解説します。千代田線は1969年大手町から北千住間が最初に開業しました。2年後の1971年3月大手町から霞ヶ関間が延伸開業。同年4月北千住から綾瀬間が開業して、翌年の1972年10月に霞ヶ関から代々木公園間が開業しました。残りの代々木公園代々木上原間は6年後の1978年3月に開業。この区間の開業が遅れたのは代々木上原駅の高架化の際に、小田急、営団、東京都の3社の交渉が長引いたからのようです。そんな話をしていると代々木公園駅に到着します。この駅の近くにある代々木公園の地下に千代田線の車庫があります。またこの駅が終点だった時小田急の代々木8番駅との乗り換え駅として多くの人が利用したようです。それでは代々木公園駅を発車。今見えている右奥の方に千代田線の車庫があります。ここの代々木公園から明治神宮前間は代々木公園の地下を横断するようにして走ります。そして軽いカーブを曲がると明治神宮前駅に到着します。今回乗った時はこの駅からかなりの人が乗ってきました。そして次は銀座線と半蔵門線と乗り換えられる表参道駅です。この駅にはロマンスカーも停車します。そして次は乃木坂駅です。この駅では都営大江戸線と交差しますが大江戸線には駅がないので、乗り換えるには徒歩6分の日比谷駅か、徒歩9分の青山1丁目まで歩く必要があります。そして次は某テレビ局の最寄り駅の赤坂駅です。この駅からすぐのところに TBS 放送センターがあります。次はメトロで24番目に利用者が多い国会議事堂前駅です。この駅には丸の内線も乗り入れています。この駅と南北線と銀座線が乗り入れているため池山王駅は地下通路で繋がっています。以前南北線から千代田線に乗り換えたことがあるのですが、その時は微妙に距離が離れていたように感じました。また駅名の由来となっている国会議事堂は、一番出口を出てすぐのところにあります。あとこの駅が千代田線で最も深いところにホームがある駅です。そこそこの路線が乗り入れていて乗降もあるこの駅ですが、小田急線から直通してくる特急ロマンスカーは通過します。そして前方に見えてきたのが国会議事堂前駅です。そういえばこの駅には地下4階が存在しないということで、とある界隈では話題になっているようですが、私が調べた限りだと、地下4階には換気に使用する設備などが置かれているそうです。まあとある界隈の噂も面白いので私は好きですけどね。次は東上線、じゃなくて、日比谷線と乗り換えることができる霞ヶ関駅です。この駅周辺には中央省庁が立ち並んでいます。この駅には千代田線から小田急へと走るロマンスカーも、日比谷線から東武線へと走る TH ライナーも停車します。どちらの電車も一部運用を除いてメトロのみでの利用はできません。電車は霞ヶ関駅を発車すると左にカーブします。このカーブは違う道へ移るためのカーブですが、この上に日比谷公園があります。そしてカーブを曲がり切ると日比谷駅です。この日比谷駅から大手町まで都営三田線と、同じ道の下を並んで走ります。この駅でも乗り換えられる日比谷線は日比谷から先、山手線の外側そして常磐線の南側を通り北千住に向かいますが、こちらの千代田線は西日暮里まで山手線の内側、そして常磐線の北側を通り北千住へと向かいます。ちなみに所要時間は千代田線の方が8分ほど短くなっています。あとこの駅と有楽町線の有楽町駅は、地下通路で繋がっているので乗り換えることが可能です。次は二重橋前です。駅名の由来になっている皇居の二重橋は、当駅から3分のところにあります。また二重橋へはここ二重橋前駅の他に先ほどの日比谷駅、有楽町線の桜田門駅からも行くことが可能です。この駅は地下2階と比較的浅いところにホームがあります。そして次は千代田、丸の内、東西、半蔵門、三田線が乗り入れ、駅が大きすぎる影響で丸の内線の隣の東京駅と異様に近く、実質東京駅などとも言われてるらしい大手町駅です。今回の動画の編集にあたり千代田線各駅の構内図を見ているのですが、この駅の構内図の情報量は異様だなと思いました。一応この駅も利用したことがあるのですが構内図を見るよりも、案内板の方が見やすいのかなというのが私のイメージです。丸の内駅と東京駅は地下通路で繋がっているのですが、雨に濡れたくないや日に当たりたくないなどの理由が、ない場合は地上乗り換えをお勧めします。なんといってもこの構内図に東京駅の構内図を繋げると、初見で行きたいところから行きたいところへのルートを作るのが、大変だと思うからです。ということで到着するのは大手町駅です。次は新御茶ノ水駅です。この駅と丸の内線の淡路町駅は地下通路で繋がっています。そしてこの駅まで4駅も乗り継げる駅があり、お互い並走するように走ってきた丸の内線と乗り換えられる、最後の駅にもなっています。一応地上乗り換えにはなりますが JR 御茶ノ水駅丸の内線の御茶ノ水駅も、
徒歩で乗り換えられる範囲にあります。そして新御茶ノ水駅を発車します。発車するとすぐに神田川の下をくぐり抜けます。この神田川の地下は川の影響で地盤が柔らかく、トンネルの上には川の他に JR 中央線の御茶ノ水駅また丸の内線の線路もあり、かなりの難工事になったようです。丸いシールドトンネルが終わり、電車は27パーミルの急勾配を駆け上ります。そして次は湯島駅です。私もこの駅を利用したことがなく、どのような場所か調べてみたところ、JR の御徒町駅の近くで周辺には上野公園があるようです。次は根津駅です。この駅から町屋駅まで千代田線の駅は2層構造になっています。次は千駄木駅です。そしてこの駅から徒歩12分のところに南北線の元駒込駅があります。そして次は山手線で2番目に新しくて、JR との連絡運輸の料金面で揉めている駅の5つの西日暮里駅に到着です。この駅には日暮里舎人ライナーも乗り入れています。そして次は京成線と都電唯一の生き残りと乗り換えることのできる町屋駅です。この駅は朝のラッシュ時間帯混雑が激しく、電車の発車時刻になると乗降途中でも容赦なくドアを閉める特殊取り扱いを行っています。これを実施することにより始発駅付近での遅延増大を防いでいます。また2層式構造の駅は当駅までとなります。動画では伝わらないかもしれませんが、千代田線の最高速度は時速 80km となっていて、遅延などが発生していない時でも時速 70km を頻繁に出すので、全面展望を見ていて面白いなと感じました。そして次の駅は足立区のターミナル駅の北千住です。この駅には千代田線の他に日比谷線、常磐線、東武線、つくばエクスプレスが乗り入れています。この駅は地下地平高架の3層構造になっています。この駅も先ほどの町屋駅と同じように遅延拡大を防ぐために平日の朝特殊取り扱いを行っています。この駅の東武線との連絡通路はラッシュ時混み合い、入場規制がかかることがあるようなので、混み合う時間帯に利用する際はゆとりのある行動が必要になります。またこの駅が千代田線で最後の地下駅です。北千住を発車すると電車はやけに蛍光灯が多く設置されているトンネルを通り抜けて地上に出ます。突然ですが皆さんはこの3つの路線図を見て何か思いませんか？左のメトロの路線図は北綾瀬まで緑色の千代田線の色で書かれて、途中の綾瀬から JR 常磐線が分岐しているように描かれています。対して右の JR の路線図は北千住まで常磐線各駅停車として書かれていて、千代田線に直通するのは北千住からだと書いてあります。しかし先ほどの全面展望で北千住に常磐線から千代田線に直通する線路は映っていませんでしたよね。これがなぜ起きているかというと、この北千住から綾瀬間のこの線路は JR 常磐線でもあり東京メトロ千代田線でもあるという変わった区間になっています。でも放送とか駅の案内では東京メトロと言っているじゃんと思う方もいると思います。しかしここが JR でもあるということがわかるものがあります。それは運賃です。東京メトロの初乗り運賃は180円、しかしここの北千住綾瀬間は150円で乗ることができます。ではなぜこんなことになったのかというと、昔常磐線は各駅停車と快速で分かれていませんでした。そんな中常磐線の需要が増大、それに伴い複々線化されます。その時に地下鉄千代田線との相互直通運転を開始、また千代田線の車高現在の北綾瀬に作ったため、柔軟な運行を可能にするため運行の主体が国鉄から営団へと移ります。しかしそれが理由で30円の値上げをすることができずにこのような感じになったとか、尺の関係でこんな雑な説明になってしまいましたが、他の方がもっと丁寧に解説している方もいるので気になる方はそちらをご視聴ください。そして次はこの電車の終点の綾瀬です。当初の予定では乗り換え可能と言われていた北綾瀬行きに乗り換えられないとの構想が入っていますが、今いるのが1号車、もしかしたらということで1号北綾瀬行きの発車する霊盤線に向かうことにしてみます。そして結果としては円発になったようで乗り継ぎました。この区間はワンマン運転を行っているので背面展望を楽しみたいと思います。電車は綾瀬駅を発車、左手に見えているのは常磐快速線の線路です。そしてさっきまで乗ってきた綾瀬止まりの電車を追い越します。今くぐった高架は我孫子方面の常磐線各駅停車の線路です。そしてなんか撮影していなかったのですが北綾瀬に到着。ご視聴ありがとうございました。